はい、今回は静岡伊豆旅行2泊3日の旅の1本目、友禅寺に入りの里のイルミネーションを見てから念願の車中泊をしてまいりましたので、ご覧ください。 VTR スタート。ニコパック、ニコパックです。ただいま伊豆へ爆進中でございます。ただ今日は東名高速車両火災のため一部通行止め、中央道経由で向かっております。まあ時間そんな変わんないんだけどね。なんかあ、そうなの、10分ぐらいしか変わんない。頑張ります。はい、いつもの南郷坂、腹が減った、パンパンパン、牛筋ラーメンと、あくちゃんレンゲを忘れました、うん、持ってきてくれるかな、気づかないよな、レンゲを忘れた。え、間違ってお湯出しちゃった、湯気とね、レンゲがないとスープが飲めない。レンゲ待ちです。スープいただきましょう。牛筋、これこれ、うまい、さっぱり、うん、おいしい、完食、ごちそうさまでした。お昼ご飯です。あくちゃんあっちだよ。はい、頑張れ頑張れ、いちご食べてる。ごちそうさま、美味しかった。説明室長だ。ハプニングです。姉さん事件です。うちの白太郎が犬のうんちを踏みました。だっておしっこプールのところにさ、うんちが隠れてたんだよ。隠れてなかったよ。だけどさ、おしっこプールはおしっこのところだからさ、うんちは飼い主が取ってるはずなんだけどさ、でっかいうんちが大きっぱでさ、1回じゃないよ多分、2回ぐらい踏んだ。足はもう拭きました。おこですよ。ねえ、赤ちゃん、ちょっと怒った方がいいよ。じゃないよ、小学生だったから3日間はもういじめられてた。うんちまり。終点、何の終点これ、中央道の終点、ゲロウ旅ミュージアムの前がおすすめ。お寿司屋さんがあるよ。18時。選ばれし道の駅ゲートウェイ。で、こっちが道の駅、さっき車を止めたところ。今からちょっと覗きに行くのが川の駅。道の駅よりは川の駅の方が静かです。ただコンビニはこっちなんで、利便性はこっちの方がいい。ただ両方ともトイレはあるんで。覗いてみよう。え、すごい、超いいじゃんここ。めっちゃ綺麗、川。めっちゃトイレがある。埋まっちゃなければいいけど。朝お散歩超いいじゃんここ。ねえ。ここキャンプ地とする。え、あれドッグラン？マジか。牛さんがいる。買ってきました。シマコロッケ。マシシコロッケ。シカコロッケ。570円ぐらい。タクタクタク。半額？これちょっと調整。抱っこしたいね。アイス食べたいな。わさびの。うん。
お腹いっす。はい。特だ。やばいな。え、わさびの味する？する。すごい。混ぜ混ぜしないでも入ってる。うん。わさびだ。おいしいかも言うかれると。普通。うん。わさびのアイスの味。なんで北条氏ってカッパなの？サワサワロッチョ。サワサワ。だらのサワサワパッタパ。車中泊の場所の把握もできたので、これから夜のイルミネーションを見に行きます。これ30分ぐらいですね。レッツラゴー。すんま。およそ6先、右方向です。結構怖いね。サンタさんいるよ。大きいサンタさんいる。あ、綺麗だね。中禅寺、虹の里に参りました。すげえ。ワンちゃん、お一人様、三月同伴者。姉ちゃん、俺ら両方無料になるってこと？え？嘘。だってワンちゃん、お一人様、三月同伴者1名。すごいね。そしたら明日だったら、ワン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 の日。ね、ハッピー。どうしようか行きます。広いね。見てもわかんないな、これな。来てみないことにはわからん。そこを一緒に。ここだけなんだな。なんかこっちはやってないな。そりゃそうだよね、相当広いもんね。迷わず行けそうだね。迷わず行けよ。行けばわかるさ。え、そうなの。わー、綺麗だね。そんなに寒くない。よかった。ハプちゃん歩いてみる。追い越されたらさ、見えねえ。明るいところなの。明るいところでされるとは限らないです。ライト持ってきたから大丈夫。そのうんこ照らすの。これがその鉄棒だね。うんね、イルミネーションの。夜もう動いてる、ね、30分間。あっちから乗って帰ってきてもいいのか、歩ってって。おー、ウェルカム、ウェルカム犬たち。ウェルカム犬、ウェルカム犬。はい、キョトン。ウェルカム、キョトン。電車来んじゃん。ほんと？わ、すごい。わ、電車が来る。すごーい。かわいいの来た。すごーい。すごーい。あれ、開いたぞ。通っていいのかな。通っていいんじゃない？乗ってみようか、帰り。あっちから。あ、みんなグランパル行っちゃうもんね。イルミネーションしたら。どっちも行けばいいじゃんね。すごいね、綺麗だね。ねえ、ジンジンジン、始まる。おー、綺麗。綺麗だね。おー、何これ、プラネタリウムみたい。綺麗。すごい。あー、星座だ、星座。すごい。ねえ、ロッチ、綺麗だね。月様のところ行ってみようか。ブーン、コテージ。あ、汽車来た。あ、すごい、星座の上を走ってく。綺麗だね。ねえ、休憩できるようになってる。このぐらいの寒さだったらゆっくり見て回れるね。空の旅だって。かわいいね。雲と鳥さん。ワンちゃんの海である。わお。気球。ドロンタ。雨かな。うん、綺麗だね。キラキラしてる。うちね、雨の音。本物の星。ロンちゃんが先陣切ってあるね。雨から生まれた不思議な雫の妖精たちが。結構ロック。綺麗。やってね。バラだね。バラが咲いてる。本物の。本物のバラも咲いてる。あ、バラだ。ね。綺麗だね。本物も見られるね。くちゃんも新進になってきたん。ローズハウス。ワンちゃん入れます。あ、かわいい。クラゲみたいな。こんなのあるんだ。綺麗。公園がある。ゴールデンストリートだった。
かわいいね。定食ぐらいあるかと思ったんだけど、ないのかな。かわいい。クリスマスツリーもかわいい。駅がネルソンステーション。うん、じゃあ戻ろう。ちょっと歩く。うん、歩いて、歩いていいよ。うん。ミュージアム、超綺麗。すごい。本当に使われてた規格だってことか。15インチの。だってすごい線路さ、幅狭いもんね。おもちゃみたいで可愛いね。すんごいお月さん。まん丸。するコーヒーの。すごい。めっちゃかわいい。すごい。ラッキーだったね。すごいいっぱい種類あるね、コーヒー。黒くないの？どんな味かな？いただく。シナモンとか八角とか、そうだね、なんかいろいろ入ってるね、うん、そういうスパイスの混ざった味おい、めっちゃ見てる。どっちが？こっちも。じゃあ夜になると無料ばっかりで、ちょっと寝ると危険だから。ごちそうさまでした。うん、このコーヒー美味しいね。ロンパクちゃんもちょっと眠々だから、もうご飯の時間だし、今日のキャンプ地に。ごちそうさまでした。ワンちゃんクッキーがいっぱいあるよ。食べ物とか楽しかったね。イルミネーションとはまた別にモミジのライトアップが始まる。綺麗だもんね、テレビでやってるさ、モミジとかのライトアップって。はい、帰ってきた。お、キャンピングカー止まってる。目的地は右側です。空いてるね。空いてるね。全然誰もいない。トイレが近い方がいいよ。キャンプ地に戻ってまいりました。軽くさっきね、食べたんで、帰り道にどっか寄ってこようと思ったら、バイパス乗っちゃってね、何もなかった。コンビニ行きます。結構明るいね。あ、降りれないの？エレベーター。セブンイレブン、なんか結構いろいろ売ってるね。すげえ用事。何喋ってたの？入れてくれたの。ハクちゃんおしっこ出た。車中泊仕様に完成しました。所要時間まあまあ。慣れないからね、まだ全然。まあ、ギリかな。ご飯にしましょう。なんだかんだ9時近いんじゃない？20時49分。何買ってきた？ロンちゃん、ハクちゃん先食べるか。みんな遅くなっちゃって。お薬残した。ドッキングさせて。あ、お薬だけだと汲んだすよ、多分。あー、汲んだした。はい、お腹空いたらね、またセブンイレブン行けば買えますか。確かに。牛カルビ弁当。くっせえの買ってきてんね。ムイとジャスミンソーダ割り。美味しそうだね。スモークタン。あー、いいね。スパゲポテトチップ、スパイシーチキン。これ150円ぐらい。ほぼ初車中泊バイイズ。インイズじゃないの。バイじゃないよね。うまい。食べまーす。トフンご飯。うまいしかいません。うまいから。めんどくせえな。美味しい。結構ね、車中泊してるけどね。多分この時間だとみんな車中泊じゃない、うん、夕方そこで買ってきた。半額の鹿頃。歯応えは鹿なのかな。
もう冷え冷えだしね。でも別に臭みとかない。普通に美味しいコロッケだよ。粗挽きみたいな肉が入ってる。2個食えるんかい。食えるよ。これ毛をくっついてイノシシ食べないと。ふふふ。そうだわ、流し込む。本当に寒くないからいいな。寒いと地獄だな。うますず。バレ一緒でしょ。何バレ一緒。じゃがいもでしょうよ。あ、そうなんだ。うん。カロリーちょっと歯ごたえが違うか。あ、イノシシの方が俺は好きかな。1個200円の半額ってこと。うん、うん、もう一回だけおしっこに出て今日は寝よう。なんと100円復活すんなよね。うん、こういうのもいいね。こうやって快適に過ごせればどこにでも行けるもんね。こういう場所さえあればね。温泉のところとかさ、そういうのも行ってみたいしね。これで温泉あったら最強だよね。そうね、こういうおトイレとかストレスとかもできれば、うん、でも比較的楽な形を編み出したんで。今日はどうやって作ったかっていうと、家で使ってるマットレスとお布団をそのまま積んで、その上に寝袋。こればっかしは Nボックスプラスを持ってる人にしか伝わんないの。うまこれ。全部いただきました。ごちそうさまでした。この後最後のトイレ散歩で寝ましょう。真っ暗だな。あんなに眠そうにしてたのにプリプリ歩くね。うんちさせようとしてる。うんちした。よかった、うんち出て。まあ、歯を磨いてまいりました。着替えました。なんだよこれ。のんぱくちゃんはおむつをして、トイレもすごい綺麗だし、家から持ってきたジャグビーで充電ですね。 100% で持ってきたので充電をして、寒ければ電気毛布を持ってきたんですが、今日はあんま寒くないので使わずと。なんだかんだで10時20分この後みんな寝て、明日朝河川敷をねちょっと散歩できる、ね、おやすみなさい。おやすみ。寒さは俺はそんなに問題なかった。ちょっと寒くなって。散歩に行きましょう。充電はどうでした？バッチリ。何パー残ってる？95。とはやっぱし結露する。結露するんだよね。なんだか寒い。寒いね、やっぱ。明日川の駅でちょうどドッグフェスだらってやってますね。明日寄れるようだったら寄ってみようか。寄りたい。明太子が見守ってる。ね。すごい、なんかいっぱいイベントやってる。なんかもう一緒にキャンプできちゃう。小型犬専用とフリーエリア。あゆ冷たい？日が昇ってきた。ドロンコじゃん。朝は泥だらけになります。ドロンコになる。もう朝露でびしょびしょで足跡ついちゃうかも。富士山かな。明太ちゃんがゴーコーさせて。朝ごはんです。近くにコンビニがあるのはいいね。わさびおこ、ぶどうか。昨日の三島安定の美味しさ。うん、美味しいコロッケパン。あまりわさびの感じしないな。辛いっていうわさびじゃないね。美味しい。おかかがメインだった。うん。サンドイッチと。春雨スープ。OL じゃん。OL にしたら食いすぎる。まあ感想いらねえな。多分美味しいです。はい、お待たせしました。全員ごちそうさまでした。はい、元に戻しました。戻るのは早い。今ここお宿はこの辺ね。えフリです。いい天気です。兄貴に行きます。意外になんか余裕だと思って。でもねカツカツだね。お世話になりました。川の駅。Let's go.
ありがとうございました。いかがでしたでしょう。車中泊とイルミネーション、車中泊だからこそイルミネーションのんびり楽しめるって感じで、すごい良かったよね。時間を気にしなくていつでも帰ってくる、その組み合わせ的にはすごい良かった、楽しかった、ね、コンビニがすぐ近くにあるという安心感。すごいあったかい日だったけど、やっぱ夜中はねちょっと寒かった。ダウン着て寝た。地理的にもね、キズゲートウェイ観覧さんはど真ん中ぐらいにあるので、そこに行くにもアクセスはいいんじゃないでしょうか。最高だった。場所もうるさくもね、混みすぎたくないし、いいじゃない、景色もいいし、どこらもあるし、どこでチャレンジしてみてくれ。というわけで、イルミネーションが好きなちゃんとゴンさんはグッドボタン、自分にグッドボタン、宿泊してみたいなーっていう人もグッドボタン、イルミネーションが綺麗だと思った人はグッドボタン、セブンイレブンの安定性を感じた人もグッドボタン。怖くないね、セブンがあるので安心して泊まれたね。ぜひとも参考にしてみてください。バイビー。バイビー。